こんにちは。トランスカウンセリングヒーラーの雅子です。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。開運日続きの11月はいかがお過ごしでしょうか。お天気の良い週末は七五三の子どもたちをたくさん見かけました。季節の良いこの時期は旅行に出られる方も多くいらっしゃいます。私は今使っている化粧品はアロマや植物油やハーブウォーターなどで全て手作りしていますので、どこに出かける時も持参しています。旅先で枕が変わると眠りが浅くなってしまうというお声を聞くことがありますが、あるホテルでとても気の利いたサービスがありましたので、今日はそのサービスについてお伝えしたいと思います。枕元にスリープウェルと書かれた小さな容器が置いてあり、アロマオイルが入っています。このような市販のアロマのオイルやスプレーには必ずどのようなアロマがブレンドされているか表記されています。ご紹介するアロマはラベンダーバームとなっていましたが、ひまわり種子油にラベンダー油とローマンカミツレ油と書かれていました。ラベンダーとカモマイルローマンがひまわり油の植物油で希釈されたアロマのロールオンです。寝る前にこめかみや手首につけて休むと安眠の助けになりますという説明が書かれていました。カモマイルローマンもラベンダーもリラックス効果が期待できます。市販のアロマオイルやスプレーは自分でブレンドをする時の参考になります。乾燥する季節ですので、スキンケアに保湿力の高いハーブウォーター、植物油なども化粧水や美容オイルなども重宝します。ホテルや旅館で部屋の四隅をと手を叩いてみたり、お聖火を飾って気を整えるのもおすすめです。淡いピンクの花を眺めると優しい気持ちになりますし、黄色やオレンジなど元気の出るお花でも一輪だけでも気が整いますので、よろしければお試しになってみてください。この季節も植物のピュアなエネルギーは大活躍です。この動画では人生100年時代に健康長寿で自己実現し続けるために、植物の力で心身を癒し、あなたらしく輝けますように、植物のピュアなエネルギーとともにお届けしています。それでは今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。